それではここで新たにもう一方ご紹介したと思うんですが、助っ人をお呼びしたいと思います。ギターのレナさんです。いらっしゃいまし、レナさん。こんにちは、こんばんは。こんばんは。こんばんは、レナです。よろしくお願いします。ご存知ですか、皆さん、レナさん素晴らしいお方です。普段は顔が真っ白だったりします。かなり噛みってます。はい、そんな仕事も。はい、そんなこともしながらですよね。やってますが、ありがとうございます。レダさん、今日はですね、一緒に何曲かお届けできたらなと思ってますので、はい、ちょっと急遽だったんで。そうそう、昨日ね昨日合わせをしまして、はい、はい、ちょっとだけ、はい、さっきまで譜面書いてました。はい、すいません。そんな感じでなんか楽しめたらいいなっていうテンションで、はい、町屋さんっていっぱいこう書いてる人がいるんだけど、あ、町屋さん、あ、ギターのレダさんを町屋さんだと思ってるのかな。うちのバンドの、和楽器バンドのかっこいい人で、はい、今日はですね、レダさんが助っ人してくださってます。あ、エヴァのカオル君に似てるだって。いや、それはちょっと目がおかしいんじゃないかな。いや、髪色かなり私もちょっと今思いましたね。はい、カオル君ですね。じゃあ早速ですね、一曲お届けしたいなと。そうですね、そっからちょっと話しましょう、いろいろ。まず聴いていただいてから。まずはですね、この曲をレダさんのギターオンリーでいいですね、お聴きいただきたいと思います。エセイのクレードルお聴きください。青い空は遠く広がっていくつの日が消えるのだろう。君が願う夢のそのかけらをすべて集めてゆく。憧れは絡まった車輪、黄昏のように深く。一人きりだわ、とても越えられない夜には、悲しみのその全てに時をともそう。永遠がきっとあって、誰もが手を伸ばして、いつか君のその手を握るよ。憧れは空回る車輪、錆びついたまま君の声を探そうも、両手にはもう持ち消えないほどの風。いつか冷たくなって、その日が訪れても、枯れ果てた涙へと変わってても、一人きり